この出会いはどんどんディスニー。どうもマイドンです。今回はロックダウン中のモーニングルーティーンを紹介します。はい、始まったんですけど、これ撮るためにね一回起きてるんですよ。だからなんかちょっとあんまね現実的じゃないなと思って、本当の寝起きを捉えた動画があったのでそちら載せておきます。どうぞ。めちゃくちゃおっさんじゃない？やばいよね。やばいのかな？なんかもっと可愛い寝起きになりたい。あともう一個画像があるんでそちらもちょっとどうぞ。え？死んでんの？あれ。私寝るときは普通に横でスヤスヤタイプと、なんか仰向けになって手だけ組んで祈りタイプで寝るの。祈りタイプで起きちゃうとちょっと祈ったまま召されたんかなみたいな感じになるんで、本当に今年の目標は寝起きをもっと可愛くするですね。今白湯とヤクルトみたいな飲み物を持ってきました。で今回はこれ9時ぐらいに起きてますね。ロックダウン中でもなんかちょっと前まではめっちゃ昼夜逆転してたんだけど、最近はちゃんとしようと思って、まあ、9時半から9時の間ぐらいには起きるようにしてます。前日なんかなければ。はい、ベッドメイキング、イエーイ。ツイッターか、あ、ケミオが言ってたんだけど、なんかベッドメイキングするだけで生活水準上がって、イエーイ。え、やば、待って、今の顔やばくない？もっと目開けなよ。やば、頑張れ。辛いことあったんか。白湯飲む姿が焼酎？おばすぎるんだな。頑張れ。で毎朝白湯は飲むようにしてます。なんか代謝上がって痩せやすくなるっていうよね。だから飲むようにしてます。であとそのヤクルトみたいなやつを飲んで床に普通に過ごしてるようにしたら、うんちめっちゃ毎日出るようになったから、みんなやった方がいい。この白湯ヤクルト三角座りダイエットやった方がいい。便秘の人はもう今すぐにやれば毎日出ます。マジおすすめ。皆さんねお気づきだと思うんですけど、カメラ位置ねめっちゃミスってます。これ生首放送みたいになってるんでね。しかも顔死んでるからさ、私の生首を一生お伝えする動画になってるけど、大丈夫？大丈夫そう？あ、でさっきベッドのとこでいじってたあの水玉のやつね、いつもスマホでいじってるんだけど、その今日はスマホで撮ってるからこの動画をいじるものがなくて電子辞書で代用してました。で今こういうなんか白湯飲んだりだらーってしてる時間もスマホいじったり音楽聞いたりYouTube 見たりしてるんだけど、それもできなかったので今、電子辞書でリトルチャロ見てます。いいねリトルチャロ、面白いね。やっぱなんか高校の授業中見てました、つまんない授業とかは。でも だからってね、その英語のね力ついたなとはあんま思わないね。やばいな、ちょっともうちょっと動きがあるとこまでスキップします。待って、今さ耳の裏の匂い嗅いだの見ちゃった人いる？見てないよね、見てないよね。はい、動きあるとこまでスキップ。はい、ヤクルトをね飲み終わるところまでスキップしてみました。白湯飲むのめっちゃ時間かかっちゃうんだよね私。なんだかんだ言ってこれ多分5分ぐらいかけて飲んでたと思う。ちょっと思ったけど、でもそんなやっぱグビグビ飲めないからさ、ちょびちょび飲むからやっぱ時間かかっちゃうよね。で
今はオンライン授業の確認とかをしています。オンライン授業終わりまでスキップします。ビュン。はい、オンライン授業終わりまでやってきました。あとね、カメラ位置、いいカメラ位置を見つけて着々と進めていきたいと思います。いつもならそのオンライン授業終わったら寝てスマホいじってご飯食べて寝てスマホいじってスマホいじってみたいな堕落した生活を送っているんですけど、今日は友達の TikTok を撮る予定だったので、それのために髪の毛と顔をちょっとちゃんとしていきたいと思います。自分のメイクしてるとこ見るの初めてだからなんかおもろいな。でもちょっとさ、原始人すぎない？なんか初めてのコンタクト入れみたいな、うん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 みたいな言ってそうだもんね。おもろいな。はい、今コンタクトが入りました。え、キモなに？待って、これガラスみたいじゃない？あ、これ立ったよ、立ったよね。はい、第2話か、だから炎上するの。怖いね。いや、私も怖い。思い出して今怖くなってる。あ、こんなの撮ってたんだって。でもロックダウンね、誰とも会わないことの方が多くて、人の声を聞かないと自分で出しちゃうんだなって、そんな風に感じた一日ですね。何言ってんの。さあ、メイク完成まで何今の顔、何、誰か殺された？近くで。まあ、メイク終わりまでやってきました。さあ、これであと多分服を着替えて完成です。うん、急に現れる。なんかもうちょっとね、信じてほしい、いい出来なんだけど、やっぱカメラ越しって変わるよね。え、でも分かんなくない？どっちが本当か。カメラ越しの私が本当に見えてる世界なんか、鏡っぽいのが本当なんか。で、なんか鏡によってもさ、顔変わるしさ、私自分の日本の家の鏡と、あとこっちの部屋の、こっちの家の洗面台の鏡が一番漏れてるんだけど、その顔で本当に見られているのかっての本当に気になるところですね。で、今何をね、あってなったかっていうと、髪色がおかしいから、眉毛の上からなんかちょっと赤茶っぽいアイシャドウ塗って、ちょっとなんか、なんていうの、なじませーのしていい感じにしてます。プリンやばいな。ロックダウン終わったら早く髪の毛染めに行きたいな。あ、でも聞いて、5月4日からね、そう、今日からちょっと緩くなるんだって。だから、で、本格的に終わるのは5月12日から。だからもうすぐ終わりが見えてる。でもまだまだね、ステイホームはきっと続けなきゃいけないし、大学始まるのは、あ、今オンラインで、ちゃんとした大学が始まるのは6月からだから、多分ずっとずっとまだまだステイホームを続けていかなきゃいけないんで、頑張っていきましょう。はい、じゃあ完成です。ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン。待って、最後焼きリンゴの動画って何？